チェックインカウンターサラエボ国際空港とは、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボにある国際空港。同国のフラッグキャリアであるフライボスニアのハブ空港である。1960年代半ば頃、既存の小規模飛行場では需要に対応できないため、大規模な空港が計画された。サラエボから 35km 離れたそこらツに、 空港を作るという提案が退けられた後、1966年、現在の場所で空港の建設が始まった。1969年6月2日、サラエボイリジャ空港が開港。1970年には、初の国際線として、ドイツ・フランクフルト向け国際線が就航した。1984年、サラエボオリンピックに合わせて、最初の拡張工事が完成。 滑走路が200メートル延長された。1992年、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の始まった最初の週に空港はセルビア人勢力によって支配された。同年6月より空港は国連の管理下に置かれ人道援助用などに使用されたが戦火で大きく破壊された。また包囲下のサラエボから脱出する唯一の方法が空港の滑走路を渡って 向こう側にある政府の支配領域に着くことであったため、滑走路の下にトンネルが掘られるまで、およそ800人が、セルビア人勢力の狙撃手に射殺されるという悲劇も、起こった。1995年12月のデートン合意成立後、1996年8月16日に、民間航空事業が再開、空港は、改修、再整備された。2003年10月に、 元ボスニア・ヘルツェゴビナ大統領、アリア・イゼトベンゴビッチが死去すると、彼の栄誉を称えて、空港の解消が決定されたが、そのような名前の変更は、母主逆人でない市民を疎遠にし、若いプロセスの土台を崩してしまうだろうという理由から、2005年10月18日、ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表のバディアシュダウンによって、この解消は中止させられた。 空港が再開した1996年にはわずか2万5000人であった、利用客は10年後の2006年には46万6186人に増加し、さらに2008年には50万6398人を記録している。2020年1月現在、ヒリジスキー・ロスボチラ・ダローマ・ラ・ダローム・サライボ。2020年1月6日閲覧。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 9 2 6 2 3 4 2 4 2 h t t p w w w o h r i n t o h r t e p t p r e s s p r e s r d e f a u l t a s p コンテント、id="35695? 2020年1月6日閲覧 A.B. スタタスティカラダロームサライボ2020年1月6日閲覧フライボズニアプランズローマロンチインのベンバー2019 R.O.U.T.E.S.O.N.L.I.N.E. ドットコム2020年1月5日閲覧 Welcome to the world of opportunity with R.W.I.Z.Z.A.I.R. ドットコム 2020年1月5日閲覧アワーフライトスケジュールインフォメーション EUROWINGS.COM 2020年1月4日閲覧ユーロイングスダウングレズベルリンサラエボサービス EXYUAVIATION.COM 2020年1月4日閲覧イスタンブールニューエアポートトランジションディレイドアンチ2020年1月4日閲覧。 ヒストリックシティオブサラエボ2ジョインカタールエアウェイズエクスパンディンググローバルネットワーク2020年1月4日閲覧ありがとうございます